はい、えー。皆さん、こんにちは。鈴木森夫チャンネルへようこそ、えー。このチャンネルでは、医学の正しい学習方法と、えー、必要な知識について解説をしています。えー、今回は、第5章感染症の1、感染症とはと、2、病原体の種類についてです。えー、今回の目標は、感染症について説明できるようになり、それから病原体の種類について説明できるようになりましょう。 まず感染症とは何でしょうかすべての生態は多くの病原微生物と共存して生きていますえ人の場合は皮膚上気道腸管内には常在菌がいます常在、ね、菌がいますけれども感染はしていませんねそれでは感染とは何でしょうえ病原体が生態防御機構を打ち破り1侵入して2定着して 3増殖することを感染と言いますその結果感染によって4炎症を起こすとこれは感染症という病気になりますそれでは次に今度は病原体の種類を表にしてみましたこの表は病原体が小さなものから大きいものへ順番に並んでいますまず1つ目がプリオンなんですけれども ここれは感染すする異常なタンパクのことですそして次がウイルスですねウイルスはタンパク質の殻の中に DNA か RNA、ね、どちらか1つの遺伝子を持っている構造体です。ということはこのプリオンはタンパク質ですしウイルスはタンパク質と遺伝子でできてますからこれらは生物ではないということになりますよね。 なぜならば、生物は細胞からできてないといけないからです。そうすると、次の細菌は、ね、単細胞の生き物なので、これは生物ということになります。細菌は臨床的に重要で、頻度も、ね、非常に高い感染症です。えー、ただし、細菌にはです、ね、抗菌薬、まあ、古い方で抗生物質で治療することが可能になります。 また細菌の中にはですね、一般細菌と言われるもの以外にクラミジアスピロヘータリケッチアマイコプラズマというような特殊な細菌も含まれます。はい、その次が心筋です。心、え、筋、ー、はカビのことなんですけれども代表的な心筋症としてカンジダとアスペルギルスの2つは名前を絶対覚えましょう。 で、カビがそんなに簡単に感染するかというと、ですね免疫力が正常な人に感染することは稀なわけです。ということは、免疫力の低い人がこの心筋症にかかりやすいということになります。かかった場合には、抗心筋薬で治療をします。はい、えー、原虫と次に全虫と言いますけれども、この2つはまあ寄生虫のことを言います。単、えー、細胞の寄生虫虫を原虫 多細胞の寄生虫を全虫というと理解しておけばいいと思います。それではまず臨床的に最も重要な細菌からです。もう少し詳しく説明すると、細菌は細胞壁を持ち角膜を持っていない単細胞生物になります。グラム染色という染色法で、細菌の菌体が青紫色に染まった場合にはグラム陽性菌といい、 赤く染まった場合にはグラム陰性菌と言いますグラム陽性菌は球菌という、ね、丸い形をした菌が多いので、えー、グラム陽性球菌と言われますこの代表的なグラム陽性球菌としてはブドウ球菌レンサ球菌肺炎層球菌はまず初心者として最初に覚えなければいけない菌の名前です えー、グラム陰性菌はあ細長い肝菌が多いので代表的なグラム陰性肝菌でまず真っ先に覚えてもらいたいのが大腸菌ということになります。はい、えー、下手な絵ですけども顕微鏡で見た、ねえー、グ,ラムグラム染色をしたグラム陽性菌とグラム陰性菌を書いてみました、えー。グラム陽性菌は青紫色に染まって球菌が多いです。グラム陰性菌は赤い梵状の肝菌が多いです。右側が グラム陰性菌左側がグラム陽性菌です。代表的なグラム陽性菌はブドウ球菌、連鎖球菌、肺炎球菌を覚えましょう。代表的なグラム陰性肝菌は大腸菌を覚えましょう。はい、次に今度は心筋です。心筋は角膜を持っている単細胞生物で過敏のことです。心筋症は日和み感染で起こることが多いです。日和み感染とは何かというのはまた後で説明します。 代表的な内臓心筋症はカンジダ症アスペルギリス症の2つを覚えてくださいそしてエイズ、ね、えー、日本語にすると後天性免疫不全症候群にはニューモシスチスカリニハイエンという心筋の日和み感染を合併しやすいですつまり日和み感染とは免疫力が低下した人にかかる 感染症のことを日和見感染というふうに言うと理解して覚えてくださいはい心筋を、ね、図にしてみました左の図のように酵母と呼ばれる単独円形の細胞の状態と右の図のように四条筋というカビの状態で見られる場合の両方があると思ってくださいはい次はウイルスですウイルスは先ほども言ったように生物ではありません 拡散で構成される芯とタンパク質の殻からできています。えーまあ、病原体ではありますけれども、えー、代謝系を持ってない、自分からエネルギーを産生することはありませんので、ねえー、細胞でもできてませんし、生物とは言えません、ねえー。じゃあ自己代謝系がない、自分でエネルギーを産生できないのはどうやって増えるかというと、 生きた細胞に寄生してその細胞の代謝系を利用して、ね、自分自身の複製を行っていきます自己の複製を行いますはいウイルスの代表的な病気は風邪ですよね普通患冒イコール風邪症候群の原因の90%以上はウイルスが原因と言われていますそれでは少し大変ですけれども 代表的なウイルスの病気を表にしましたので、どんどん読んで覚えていきましょう。まず1つ目が、普通患冒イコール風邪症候群です。原因となるウイルスは、一番多いのはライノウイルス、2番目に多いのはコロナウイルスですけれども、それ以外にも RS ウイルスとか、パラインフルエンザウイルスとか、アデノウイルスとか、さまざまなウイルスがこの普通患冒風邪症候群の原因になります。 それに対して、インフルエンザという病気は、インフルエンザウイルスが原因ということになります。はい。ウイルス性肝炎という病気があります。A 型肝炎ウイルス、B 型肝炎ウイルス、C 型肝炎ウイルスが原因になりますけれども、その他のウイルスによるウイルス性肝炎も稀ですけれども、あります。はい。後天性免疫不全という病気は、後天性免疫不全症候群という病気は、 えー、エイズと言われていますねどちらも病名です。原因となるウイルスは人免疫不全ウイルスと言ってもいいですし、エイズウイルスと言ってもいいです。同じウイルスのことを言います。はい、成人 T 細胞白血病という病気は日本だけにあるウイルスの病気ですけれども、えー、成人 T 細胞白血病ウイルスがこ原因となって起こ,こします。単純ヘルペスという病気は単純ヘルペスウイルスが原因です。 そしてその次に帯状疱疹と水痘という2つの病気が書いてありますがなんと原因のウイルスは一緒です水痘帯状ヘルペスウイルスというウイルスになりますこれを水痘帯状疱疹ウイルスといっても間違いではありません次にマシン、えー、マシンはマシンウイルスが原因ですでマシンは一般の人たちははしかと言ってますよね 次に風疹。風疹は三日ばしかと言われるものですけれども、これも風疹ウイルスが原因です。流行性自家腺炎は世間ではオタフくかぜと言われる、ね、病気なんですけれども、この原因ウイルスはムンプスウイルスというウイルスになります。はい、手足口病はさまざまなウイルスが原因になります。手と足と口に発疹ができて発熱する子どもの病気です。エントロウイルスや国策筋ウイルスが原因になります。 はい、ヘルパンギーナもやっぱり子どもに多い、ね、いわゆる夏風邪と言われるものの一つの原因がヘルパンギーナという病気で、国策ウイルスなどが原因になります。はい、急性回白髄炎は別名ポリオという病気でポリオウイルスが原因です。サイトメガロウイルス感染症はサイトメガロウイルスが原因です。伝染性胆核症、鼻炎疼腫、バーキッドリンパ腫というね、えー、聞き慣れない病気が3つ書いてありますけれども、 これらの原因になるのは EB ウイルス。EB ウイルスというのも比較的普通にいるウイルスですけれども、これらの病気の原因となります。はい、インフルエンザウイルスのです、ね、模式図をちょっと書いてみました、下手な図ですけれどもね、えー、真ん中に遺伝子があります。インフルエンザウイルスの遺伝子は RNA でできています。 そしてタンパク質の殻でね二重に覆われてますけどもその外側の殻からさまざま2種類の突起が出てますね一つは赤血球凝集層というタンパク質ですもう一つはノイラミンダーゼというこれもタンパク質ですこれらのものが抗原性を持つわけですよねなのでこれらに対して、えー、抗体を作るように インフルエンザのワクチンというものがあるわけです。はい、えー、最後は寄生虫です。寄生虫のうち、単細胞のものを、えー、原虫と言います、えー。原虫で覚えておくべきものは、マラリア、トキソプラズマ、セキリアメーバーになります。それから寄生虫のうち、多細胞のものを全虫というと、先ほどお話しました。えー、単細胞の原虫のね、下手な絵が描いてあります。 またあ多細胞の全中の絵も描いてあります。はい、えー、プリオンはですね、感染する異常タンパクですよね。はっぺく、これも病原体ではありますけれども、生物ではありません。えー、覚えておく病気は、クロイツフェルト・ヤコブ病という、まあ、残念ながら感染してしまうと治療方法がない病気ということになります。 はい。医学には正しい学習方法があって、それはラーニングスルディスカッションの頭文字を取った LTD です。LTD は記憶の三原則に適した学習方法で、LTD をしてると、あ、そういうことかと理解することがあって、これを記名と言います。記名した内容を LTD で人に説明すると、早期の訓練をすることになるので、記憶に保存されて忘れなくなります。試験の時に思い出せる。国家試験でも思い出せる。そして、臨床現場で早期することができるようになっていきます。 過去の国家試験問題、看護師国家試験問題に感染症と病原体の組み合わせで正しいのはどれかという問題が出ています。今日はやりませんでしたけれども、腐蚊虫病は特殊な細菌であるリケッチアが原因です。帯状疱疹、出てきましたね。水痘、帯状、ヘルペスウイルスが原因ですから2番が正しいということになります。はい、えー、伝染性腸炎という言い方はね、あまりしないんですけども、まあ、感染性腸炎。 と一般的に言われますけれども、それのことだとすると、さまざまな細菌やウイルスが原因で起こします、はい。音病、今日出てきませんでしたけれども、やはりこれも、えー、特殊なあ、ね、細菌であるクラミジアが原因になる、ね、クラミジア肺炎という別名もあります。はいえー、管理医師の国家試験問題にもこういう問題が出ています。感染症と病原体の組み合わせで正しいのはどれか。 ン、えー、病は今回出てきませんでしたけどもリン、ね、菌という、ね、細菌感染症です、えー、梅毒は特殊な細菌であるスピロヘータの感染症ですマシンは今回出てきましたけれどもマシンウ,ウイルスの感染症で水筒も、ね、世間では水疱瘡と言われますけれどもこれも水筒ウイルスの感染症です、えー、手足口病は、まあ、何種類かのウイルスの感染症でしたね 理学療法士の国家試験にウイルスによる感染症はどれかトキソプラズマ、今回出てきましたけれども、厳虫でしたジフテリアは今回出していませんが、細菌感染症カンジダは今回出てきた心筋感染症トラコーマは特殊な細菌であるクラミジア感染症でやはり帯状ほうもがウイルス感染症として出題されています帯状ほう疹非常によくある病気なのでこのように国家試験に出やすいということになりますね はい、医学には正しい学習方法があります。今回の学びが皆さんの役に立ったら、ぜひいいねボタンを押してください。また、チャンネル登録もよろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。